おはようございます。後ろです。朝 久々の未編集動画、いやー、ふう。前回まではね、水曜日の夜にライブ配信をしてたので、ちょっと未編集動画があるとなんかちょっと長い動画が続いちゃってね、疲れるかなと思って、ちょっと未編集動画ちょっとお休みしてたんですけど、今日から、あ、今なんかカメラガクって下がった今日から、また再開します。私、未編集動画が一番なんか撮ってて楽しいんだけどね、みんな的にはどうなんだろう未編集動画毎週水曜日っていう予定ではあるんですけど、どうでしょうかね今日はまあ水曜日じゃなくて月曜日の朝、はい、食べます。すごいお腹空いてんので、ちょっとどうしようかなと思って、なんかあんま考えられなかったから、またそうめん今お湯沸かしてます。あ、ね、これ見て、これ誕生日プレゼントにいただきました。かわいい、かわいい、あ、これもかわいい、あ、こっちもかわいい、わーって感じの、すごいかわいい。で、ちょっとしまっとくの前だから、今ここに飾っているで、ちょっとそうめんを見つけてね、昨日、冷麦じゃなくてそうめんを、これを食べようって思ってたんだけど、なんか冷たいのじゃないのがいい気がしてきちゃったんだよ。さっきお湯沸かしながら、あったかいもん食べたいなって。いや、でもあったかいのねって思って、え、今なんて言ったちょっと悩んでどうしようかな、なんかちょっと炒めようかなって、で、炒めようかなって思って、何味にしようかとこう見てて、ちょっと冷蔵庫整理をしてたらですね、なんか結構こう見知らぬ何かがこう結構あって、で、まずね、これが本当に意味不明で、あ、ちょっと顔つるそう、顔つりそう、こんな感じ、そう、これが本当に不明で、これが何なのかちょっとまずわからないので、ちょっと怖くて使えない、これは、これなんだろう、書いといて、なんで書かないの、これ何か分かりそうな人いたらちょっとこれお願いします。でね、今日は、これ何？これあれかな？ラーメン系かな？これも多分ラーメン系？液体スープ？多分日清って書いてあるラーメン系だと思う。ちょっと全然見えてなかったね。これよ！これ！これなんか焼きそばっぽくないかな？青だから塩焼きそばとか？なんかそんな気がするから、ちょっとこれを使おうと思って。どうなるかわかんないけどね。どうなると思う？怖い。ちょっとこれを使ってみようと。ドキドキ。これは、なんだ？ドキドキ。これはなんだろう？パフパフ。多分塩焼きそばな気がするの。で、だからこれでちょうどいいかなって思って。ダメかな？ダメかな？ね、あーで、見て、この間ね、分かっちゃったの、見て、これ丸まってるでしょ、分かっちゃった、おこげご飯を冷凍しようとして、おこげご飯こうガッガッて、あ、ちょっと締めとくね、これガッガッてやるじゃん、で、こう固まってるからさ、こういつものご飯パックには入れられないから、こうサランラップにこうサランプ敷いて、えいってこのご飯をやるんだけど、こう乗せるんだけど、それをこうやってやると幅を取るのね、おこげこれぐらいあるから。で、だから、丸めたくなったの。しまいやすいように、コンパクトに。あ、これが、例のよくわかんない。みんな動画見たかな？なんか、話し始めちゃったけど、ショート動画で、なんでご飯が丸まってるんかわかんない動画をちょっと出したんだけど、ユッケジャンスープにね、結局は入れたんだけど、そういうことかってこの間なったの。ご飯これぐらいになっちゃうんだよね、こう、おこげが。で、結構、大きいおこげでね、このままバリバリ食べたいようなおこげができるんだけど、これをそのままやると、幅取るから、丸めたくなったの。だから丸めたの。なるほどね、と思った。うん。で、丸めたくなったお話でした。で、丸めたってこと。はい。よし、塩焼きそばに何入れよう？お肉。お肉結構いっぱいあるんだよ。あ、これはたらこだ。これはたらこ。
ね、このサイコロステーキのお肉もあるし、これでもちょっと解凍しておかないと難しいから、これやめといて、これもお肉かな？これはえのき。あ、トントロある。あ、いいね、トントロ。トントロにしよう。トントロ。美味しそう。トントロ塩焼きそば。あ、普通の鶏肉もあるな。いや、トントロにしよう。で、あとは冷凍のお野菜あるから、これで焼きそばしちゃえば OK でしょう。ちょっといい加減にイクラを食べようかな。あと1個とか2個な気がするんだよね。そろそろふるさと納税を食べる季節になった、食べるっていうか頼む季節になってきたから。よいしょ。40秒かな。はぁ。いやぁ、もう笑っちゃうよね。ちょっと編集したかも、今のところ。顔が映ったようで、映ってない。不明な感じ。そろそろ沸くでしょう。あ、嘘嘘、めっちゃバチバチってる。大丈夫かな。まあ、火が通るぐらいでしょう。あちー。そうめんは全部茹でちゃって、全部食べるは無理かな。どうだろう。でもなんかすっごいお腹空いてるの。もう本当にお腹空いてるの。もうびっくりしてるぐらいお腹空いてる。野菜を切らなくていいから。あ、もうすごい楽ちんだ、今日。あ、幸せ。よし。ブツブツ。で、お肉がブチか。バチバチ言ってた。あー！火入ってますね。あ、嘘。ちょっと垂れてる。しゃあない。そういう時もある。時間あるし、拭いとくか。あー、キッチンペーパーにしよう。ありゃー。ありゃりゃー。お、なんかついでに、ここ掃除しとこう。よし。たったらったたったらったったらったた、ふう、そうめん。ゆで始め。ランラランランラランラランラン。はっ！うわ、なんかずっと冷や麦ばっか食べてたからそうめんって細いんだ。わあ、そうめんって細いんだな。よしよし、ちょっとずつ折ってって。これで、あ、嘘、バチってやっちゃった。バチってやっちゃった。バチってやっちゃった。あー、ごめん、お茶。ごめんね。ちょっと困、あー、ごめん。力の加減がうまくいけなかった。あー、言っちゃった。よし、仮に塩焼きそばだったとして、ちょっとなんかスープ飲むか。ね。わかめスープ？いつもの、わかめスープにしようかな。大丈夫かな？大丈夫ですか？いやー、やっちったなー。うまいタレスープにわかめ入れる？ごま油。あ、うまいタレ入れて。でね、ちょっとね、このうまいタレに、このちょっと薄口醤油をちょっと入れるバージョン。これもうまいことがわかった。ちょっとね、しょっぱさが追加されるのよね。これもいいなーって最近気づいてしまって。よし、チンしとこ。おっ、2分。あ、ブツブツなった。ブツブツなったら火を止めて蓋。あー、よっちゃんがいない。よっちゃん、2、3分お願い。ダメだ。OK、Google。3分のタイマー。
ありがとう。よっちゃんがいないから Google に頼んだ。え、待って、Google の登場もしかして初めて？あれ？ Google いるの知ってる？知ってますか？あれどうだったっけ？ちょっと忘れちゃったな。なんか、うちには Google さんもいるんですよ。で、いつもはさ、ここでタイマーやってるでしょ？でもこのタイマーって、あれなのよ。火がついてる時にしか使えないから、火がついてない時のタイマーは Google さんにお願いしてるのね。うん。私は Google 先生って呼んでんだけど、うん、かわいいよ。ちょっと今、捨てちゃったけど。これ拭いとこ。ここに乗せとこ。これがいいね。え、これ本当に塩焼きそばだよね。多分、なんかそんな気がするもん。いやー、袋ごちさ、さすがにわかんない。なんか鼻も詰まってるかな。ちょっと3分ぐらいのタイマーでどうなるか。ドゥドゥ、ジュリリリ。焼きそばだけど一回水で洗った方がいいよね、きっとね。よし。これは生姜だね。散らばったまま一つゴールインしてる。なんかその50円で買った見切り品の生姜があったから、それをこうなんかジャッチャジャッチャこうなんか悪いところを切って、で水につけといたんだよね。はぁ、あ、塩焼きそばだとしたらシソを上に乗せよう。あ、なった。シソを取りに行きたい。あ、いいんじゃないですか。湯気もめかっちゃか、ちょちょ、あっちゃ、あっちゃ、あっちゃ、はい。湯気もちょうどいいですってさっき言いたかったの。わかめ、わかめ、わかめかめ、カットわかめ。ちょっと多めにしちゃおう。あー、それにしても、熱いね。本当に熱い。今何分だろう。OK、Google。タイマーあと何分？残り39秒。39秒 !39 秒でシソはちょっと取りいけんな。これは、ちょっと胡椒入れるか。Google さんも頭いいね、本当に。こんぐらいかな？はぁ。そうだね、あのね、朝起きてからね、洗濯物バーってして、ちょっとね、今、部屋の掃除もしてるんだけれども、結構進んだよ。うん、結構今日朝からめちゃくちゃ働いた。あ、だからお腹空いてんかな？朝ごはん食べる前にね、うわ！ OK、Google！ タイマー止めて。ありがとう。おかげで、いい感じにできたんじゃないかな？一本食べる。一本と言いながら、たくさん、ふって開けます。うん、よいよいよい、おー、よし。わいちわいち。あ、なんか冷たいそうめん食べたくなってきたな。何今日の私、何？いやでもちょっとこの、やっぱこの中身気になるし、ちょっとやっぱりあったかいそうめんにしよう。さすがにこれ全部はちょっと多いな。無理無理無理。さすがに無理だよ。やめようやめよう。変な冒険しない方がいい。もうこんな一個食べたらもう大変だよ。あっちゅう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 。あじゃあ、あじゃあ。お、冷えてきた。あー、ほんとに暑いわ。あ、あ、あーい、あーい。お、いいね、いいね。よいよ。ぬるくなった。氷とかバーってやった方がいいんかね、ほんとはね。どうなんだろう。あ、ちょっと待って。真水になってない。真水って何？すごい、何？なんていうの？その。ちょっと真ん中になってた、お湯と水の。やだ。あー、いいいい、とっても良い。こんなんでしょう。
そう、本当に塩焼きそばじゃなかったらどうする？どうしようね。どうしようね。どうする？わかんない。なんか、がっかりする。よし。これはまあ、とりあえず後で。まずは、しそをちょっと取りに行って。はぁ。あ、ちょっと隠そう。外が見えたら、びっくりしちゃう。何このもわっとしてる。もう朝だよね。なんで朝なのにこんな暑いの。よいしょ。たっぷりしそたっぷり。失敗した。あいやー、大きいの取っとくか。ちょっと硬くなりそうなやつとか。あ、これちょっと硬くなってるな。あ、これもかな。こんなんでいいかな。ニラくんも元気。ニラもそろそろ食べないとかな。すごいよね。セミも鳴いてる。すごいね。本当にもう、梅雨が終わって夏来たって感じ。あー、いい香り。よし。洗濯物もちょっと干してあるからね。よいしょ。はい、オッケー。さて、お肉炒めてって感じかな。ちょっとわかんない。わかんないよー。お肉を炒めるでしょ、まず。あ、こっち先取っとけばよかったのに、あ、うい、重い。大丈夫かな。うわー、結構もう火取ってる。完璧。いや、こんな予定ではなかったんだけどな。40秒もダメか。難しいなー。うわうわ、すごい肉。肉のタレが、タレ汁が。まあ、まずいもんではないでしょう。え、なんか切りにくい、とっても。あ、サランラップ切んないでよ。サランラップ切んないでよ。もう切ってるとこ全然撮ってなかったね、今ね。今一瞬画面見たけど何も映ってなかった。ごめん。だいたいこんなん、いつも。どうしよう。ちょっとさ、ちょっと開けてみるか。運命の瞬間です。塩焼きそばな気がすんだよな。あ、やっぱり塩焼きそば。え、違う。何？いや、塩焼きそば？え？何この匂い？塩じゃない？もしかして。なんか、え？何これ？でも焼きそばだよね、これきっとね。塩焼きそばっぽい気がするよ。いけるいける。大丈夫大丈夫。自信持って！いけるよ！で、ちょっと、オリーブの香りのする塩焼きそばにする？いや、なんかそんな冒険しなくていいや。そうめん入れるから油はちょっと多めにね。結構多めじゃないとさ、なんか張り付くんのね。あ、ちょっと換気扇つける。いや、塩焼きそばだよね、今のね。なんかちょっとあれだったっけ、状況よく分かんなかった。よし、この半額のキャベツ炒めミックス、玉ねぎ、人参、キャベツ、完璧じゃないですか。これを入れる。先炒める？なんかそうめんと和えるぐらいでいいよね。うわー、そりゃそうだよね、油と。ねえ、そうですよね。わ、失敗した。油後の方が良かったんじゃない？まあ、いっか。よし。
あ、良い良い、美味しそう。うわぁ、すごいことになってる。蓋閉めとくか。イエイ。よし、つったら、もう今日は包丁出さない。初めてシソをこのハサミで切るっていう。何で食べよう。あ、え、これ使う？塩焼きそば？え、全然合わない気がするけど。まあいいや。可愛いから使いたい。もう早く使いたい。ね、冷たいそうめんとかだったらね、これ入れてさ、絶対可愛いよね。ちょっと、ちょっと想定とは違うけれども。とりあえず、シソを切ったやつを入れるものが欲しくて、盛るお皿に入れようと思ったけど、盛るお皿はこれになった。あ、ほらほら、今も全然映ってなかった。もう、たまにカメラを確認する癖をね、ちょっと、今になってつけた。もう動画投稿始めて1年だからね。YouTube は、まだだけど、でもまあ動画を撮り始めてもう1年だから、もうちょっと成長しないと、ね。ちょっと気にしよう。気にできる？ちょっと難しい。わー、手についちゃった。食べちゃう。あ、しそだ。あ、あ、おいしい。絶対おいしい。これは絶対おいしい。良いね。あ、このまま食べたい。よし、そしたら、そうめんを入れて、いくぞ。ほんとか？はい。もうちょっとかな。今日はお腹空いてるんです、とっても。よし、こんなもんかな。さすがに入れすぎた？いや、いいよ。大丈夫、大丈夫。食べれる。よしよし。そしたら多分塩焼きそば入れます。あ、塩焼きそばじゃない、塩焼きそばじゃないぞ。色がついてる。普通の焼きそばだ。だからなんか香りが。香りで分かんなかったな、色付きだって。あと色もなんか白っぽかったからね、分かんなかった。え、普通は分かるんかな。よし。そして、ちょっと麺もうちょっと食べれる気がするなぁ。と、このソースかけて多そうだったら、ソースの方が多そうだったら、そうめん入れよう。あ、でもちょうどいい感じかな。え、美味しそう。なんかそうめん焼きそば2回目もしかして。なんか、そんな感じしてきた。もうね、でもね、やっぱね、あの銀色のやつ、あれが一体何者なのかめちゃくちゃ気になる。全然思い出せない。いやー、塩焼きそばだと思ってたけど、普通の焼きそばだった。これも好き。よし。しそを上に乗せたいんだよな。無理だな、下になってる。いいや。はい。完成。嘘。ちゃんとしよう。これで食べたい、プーさんので。もうシソ混ぜちゃおっか。いい感じに。よし、これで、盛り付ける。よっ。おいで。これね、挟まないようにしないといけないんだよね。おっ。よい。よよいのよい。あー、これ最高のやつじゃん。え、これいい。入れ物かわいい。熱いかな。やっぱサラダとかがいいかなってやっぱ思ってたんだけど、やっぱこの熱々のやつもいいかも。え、かわいいじゃん。え、いいじゃん。焼きそば入れいいよ。いいよ、いいよ。めっちゃいいよ。待って待って、全然また映ってなかったでしょ、もしかして。
モンハン。もうなんかダメだね。あーちょっとちょっと、こいつだ、こいつがいければ、よし、オッケー、あーできたできた。こんな感じで、あ、熱くない、そうめん焼きそば完成。塩焼きそばだと思ってた、全然違った。あとはスープ、まだ熱々、湯気は出てるし大丈夫大丈夫。じゃあこれで終了。あ、ちょっと待って、食べちゃおう。うん、美味しい。いや、よかった。よかったね。あいつの正体が塩焼きそばではないってことが分かったよ。ということで、パッパラペッパッパー、そうめんの塩焼きそばだと思っ、作りたかったけど塩焼きそばじゃなくて、ツーの焼きそばだったやつ。トントロ入り。シソも入ってる。っていうやつ。と、あと、わかめスープー。よし、じゃあ、食べよう！いただきまーす。だ。ピンクタイムはなしバージョンどうですかね。いや、なんか未編集動画だけど、あのインカメとその外のカメラの切り替えは自分でできるから、自分のタイミングで、だからピンクタイムなしでいいじゃんってなってしまったんだけど、やっぱあった方がいいかな。ちょっとこれはアンケート。この方がでもなんかスッキリしてていいかなって思うんだけど、はい、とりあえず食べる。もう、ほんと美味しそう。かわいい。そして、見て。プーさん、ちょっとでも全然ピント合わない。もう、とりあえず食べよう。ああ、よかった。焼きそばだったね。焼きそばっていうのは合ってた。塩ではなかった。うわ、おい、あ、もう、あ、最高。うん、ソース焼きそばも好きだよ。でもなんか塩焼きそばの、勝手に、塩焼きそばの口になってた。勝手にね。いただきまーす。うん、あ、そうそう。はぁ、あ。美味しい。いや、でもなんかこの焼きそばソース。なんかすごく美味しい。なんか、どうだったかな？いつもと違う焼きそば買った時のやつなんかも。もしかすると。全然覚えかな。ああ。もう野菜ミックスさまさま。こうやってね。包丁使わず。いけるのが最高だよ。完璧。次、赤目スープ。うまいたにちょっと醤油入れて、ちょっと変わったやつ。あー、おいしい。うん。またごまを入れ忘れた。まあ、いっか。いつも忘れてる。ごめんね。でね、もう今回も早々と七味を入れたい。さっきね、準備してた。ハバネロ七味。あ、ちょっと落ちちゃった。ハバネロって書いてあるの。ハバネロ七味。よっ。これがね、ちょっとこれ落ちそうだから、こっち置いとくか。これがね、美味しいのよ。本当に美味しいの。え、辛いんだけどね、ハバネロだから。え、でもね、本当、辛いんだけどね、美味しいの。本当に美味しいの。香り届くかな？いい香りなんだよ。あー、最高。で、ちょっと混ぜて、このぐらいかな。いや、七味はハマってますね。いや、七味なしも好きなんだけどね。
あるバージョンとなしバージョンを楽しむの好き。今回は、もう七味。このね、ハバネの七味のこの、そうめん焼きそば、美味しい。ふふふふふ。わく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 。ふふふふふ。はい、先生。お見苦しいことを聞かせてしまった。日本語大丈夫か？あ、辛っ！うまっ！ああ、もうね、ほんと、辛くて美味しいの。あ、そうそう。一緒なかったんけど。今日は午後から出勤で。まあ、こんなのんびりしてるって感じ。わぁ。うん。今日6時半に起きて。わぁ、はて。まだ6時半なのに起きちゃったってなって。でも、やっぱ寝てたいから、そのまま、6時半って思いながら寝て、で、8時ぐらいに起きた。幸せだ。で、洗濯物して、干し終わって、じゃあ洗濯物回して、で、その間に、ちょっと本棚やって、あと、このキッチンの周りを掃除して、はぁ、あと冷蔵庫の上をね、ちょっと。変えてみた。結構スッキリした。で、なんかやってる間に洗濯機終わったから、干して、で、今って感じ。うわ、これぐらいがいいよ。多すぎると熱くて。もう可愛い入れ物で幸せ。いいね。焼きそばとかでも可愛いね。ちょっと心配だったけど。うわぁ、美味しいよ。美味しいよ。美味しい。嬉しいって美味しいと、なんか、なんとかやが混ざった。まあ、朝だからね。まあ、動いてたけどね。うん。ダメだね。よいしょ。は、喉に、タバジョが、やばいついた。お、人参。なんかシソもうちょっと入れてもよかったかな。もう十分シソ感はあるけど。なんか、ソースとハバネロにやられてる感ある。おー。みんながさ、シソがいっぱいあるっていう、ストーリーをあげたときに、いろいろ教えてくれたから、ほんと助かった。みんないろいろ知ってんね、ほんとにね。いや、でもね、シソはやっぱ、いいね。夏困んないね。ほんとね、ミョウガはダメそうだね。もう枯れちゃったよ。なんか、ちょっと生えてきた、緑のが。うん。まあでも取れないかな。ちょっとこぼしてた。食べちゃおう。うちは、実家にあって、その、お庭に、藤棚があるんだけど、藤棚の下が、ミョウガと、そのシソワールドが広がってるんだよね。本当にすごいの。なんか、藤が終わったなーってなったら、もうニョキ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 ミョウガがね、こう、生えてきて、で、シソがね、生い茂る感じ。
で、みょうがはもうね、掘っても掘っても出てくるじゃんね。もうほんと楽しいよ。で、ちょうど、その、藤棚のところに、コッコちゃんたちがね、いるんだよね。はぁ、お盆、帰れるかな？帰りたいな。うん。うん。ああ、おいしい。帰ったら何しよう。向こうの自分の部屋も片付けなきゃな。毎年行ってちょっとずつ片付けてんだけどね。ほら、実家帰って、たぶん今年一週間ぐらい帰ろうと思えば帰れるんだよな。どうしようか。YouTube。取りだめして、頑張って編集しといて、全部予約して投稿しとこうかな。ね、どうなるかな。大丈夫かな。ちょっと不安だ。なんか、TikTok だと予約投稿するとさ、全然おすすめ乗らなくて再生されないから、まあどうしようかなって思って。まあでもいいか、もうその一週間くらい。ふういや、ダメかな。ちょっとまた実験してみようか。ね、行く前に。いつ頃だっけ、その事件起こったの。5月ぐらいだっけ。なんか本当にもうびっくり。なんかね、2時間とか3時間経っても何百再生とかで、へーって。で、スマホから上げ直ししたらもういつも通りだった。もうびっくりした。あの現象は一体何だったの。もう解消されたかな。人間よくわかんない。うん。うんふん。ハバネロ。めっちゃハバネロ。うんふん。もう6月が終わる時もさ、あ、もう1年半分終わっちゃった、早いとか言ってたくせにさ、もう7月が終わるよ。意味わかんない。でもなんか経つと早いんだけど、よくよく考えると長かったりするんだよな。なんか不思議。え、もう一年早いって言いながら、ん？ちょっと待てよってこうなんか考えると、いや長かったわってなんだよね。いやー、今年はまだスイカ、夏この入ってまだ1回しか食べてないから、ちょっと実家帰ったらいっぱい食べたいんだよね。やっぱ季節もののフルーツって大事だよね。食べたい。でもさ、一人暮らしは買わないんだよ。ぶどうも食べたいな。どうしようか。でもやっぱスイカが一番食べたい。もうハバネロ食べてるから鼻水出てきちゃった。トントロ美味しい。スイカ、ぶどう、いや、あとは食べたいの送っとこう。ふい、あとなんだよな。何でも食べたい。
もうね、スイカはね、どれぐらい好きかっていうと、ホテルのビュッフェ行った時に、スイカがあって、でも初っ端からスイカばっか食べてて怒られたくらい好き。もうね、ほんと美味しかったの、スイカが。で、もう永遠にスイカ食べてた。え、まだスイカ食べんの？まだスイカ食べんの？もう違うの食べないよって。家族で行った時ね、小さい時だけど。もうさ、それぐらい好きなの。まあ、一番好きなのは、いちごかな。いちごでしょ？スイカ、桃、ぶどう、梨、かな？なんかもう上位にいるのは。あとなんだろう。まあ、みんな好きだけどね、フルーツ。フルーツでダメなのってなんだ？フルーツも苦手なのあるよ。ね、マンゴー。マンゴーも苦手。ドライマンゴーは好き。あとは、ライチとか。ライチ苦手。ライチってフルーツだよね。多分ね。あとは、あ、でもそれぐらい苦手なフルーツ。あとはメロンがアレルギー。メロンは大好きなんだけど、アレルギーだから食べれないんだよね。寂しいな。さくらんぼも好きだな。もちょはなんだ。まあ、キウイも好きだよ。ね。キウイも好きだけど。キウイはでもなんか年中売ってるから。バナナとかさ。バナナとキウイはなんかそ、なんかね。うん。あとみかんか。もうみかんもね、もうバクバク食べちゃう。あと柿。でも柿さ、買うじゃん、こっちいると。やだ。取りたい、なんか。柿買うんか、って感じだった。でも、なんかすごい高いわけでもないから。柿は結構買うかも。あ、結構見切り品になって、出されてること多いから、それで買ったりもする。でも柿とイチゴが並んでたらイチゴ食べる。いちごとスイカ並んでたらもうなんか泣いちゃう。どうも選べないって言って。それぐらい好き。どっちも。ああ、梨も選べないな。梨も、選べないな。ぶどうもそうだね。うん。初めに言ったフルーツはやっぱり好きだ。わあ、おいしい。このまま寝たい、また。寝たいよ。寝かしてくれ。お願いだ。いい日だ。午後頑張らないとな。午後頑張んないとだから、午前中ちょっとまた、掃除できるところしたい。あとそうだね。掃除っていうか、冷凍庫整理しないと。なるべくちょっと、夏と冬？年末？夏と年末にいつもね、冷凍庫を一回こう、頑張って全部。
食べるみたいな儀式をしてて、もう食べれない時の方が多いんだけどね。なるべく、こう、前にあったようなやつとかを食べきるようにしてて、今それをやんなきゃ。まあ、もやしとかは、まあ、使うから、なんかとりあえずあれだよね、サーモンと、イクラ？あとなんだ？お肉系も、まあ結構いっぱいあるから、まあ、あれは使うときに使いたいし、とりあえずサーモンとイクラだな。あとなんかあった？スープ系か。スープ系も、まあ飲みたいとき飲みたいな。うん。もう全部そうなっちゃう。いやでも使えるやつをね、使おう。で、お盆で帰ってきて、ほんで、またいろいろ持って帰ってくるだろうから、しまえるようにしよう。お米を連絡しよう。そろそろなくなるんだ。なんか結構 TikTok も YouTube もそうだけど、食費いくらですかって聞いてくる方いらっしゃるんだけどさ、あのま食費をがいくらかかってるかってあんま把握してないっていうのもあるし、あと、結構もらうんだよね。送られてくるのよ。なんか、それこそお米だっていつももらってるし、野菜とか、卵とか、もうね、結構あるし、なんか、それこそもう作ってあるやつとかね、差し入れもらったりとかするから、あんまりね、参考になんないと思うんだよね。うん。だからなんか、あんまり食費いくらあるかはやらないんだけど、ほんと助かるよ。もうお米なんてさ、やっぱ小さい頃から食べ慣れてるお米がね、やっぱ一番だよね。ほんとに美味しいんだよ、お米。おいしい。なんか今日いつになくゆったりと食べてるけど大丈夫かな？うん。2倍速とかで見て、もう食べ終わっちゃうけど、大した話しないし。うん。で、ちょっとクーラーがさ、まあ、結構ずっとつけてるんだけど、寝るときがさ、どうしようっていつもなんか、ね。まあ、消すと途中で起きるしさ、つけっぱだとなんかちょっとね、起きたときね、なんか、うわーって感じ。うちのクーラー、なんかお休みがないんだよね、お休みモードみたいなやつ。これがあればいいんだけどな。なんでないんだろう。実はあんのかな。知らないだけだったりして。説明書読まない人だからな。ちょっと探すか。説明書ファイルどこやったっけな。ちょっと忘れちゃったな。引っ越しの時どっかやったよね。説明書は全部ここに行って。どこだっけ？忘れた。うわぁ。こういう時さ、もう過去の自分とのバトルだよね。あの時の私ならここに置くとかさ、よくやる。で、外れたりする。
や、それにしても、でも、まあ、今日はね、この、まあ、結局は、普通の焼きそばのソースだったけど、まだあったでしょ？あれ、ちょっと、あの、銀色のやつ特に。あれ何？え、あれも焼きそば？え？あんなの見たことないよ。やだ、怖い。よくわかんない。どうなるのかな？まあ、どうにかなるでしょ。なんないか。いや、でもあれ怖いから開けないで捨てるわ、やだな。開けて、なんか予想を立てて、で、こうだったらこれ作るとかにして、で、やる。わかんない。ちょっとゲップ出た。かわいい容器で幸せだ。あ、箸にシソついてる。食べよう。ここまで見てる人いる？よかった。家出るときゴミ捨て忘れないようにしないと。ゴミ捨て、ゴミ捨て、ゴミ捨て、ゴミ捨て。こないださ、ゴミ捨て忘れないようにって思って、絶対忘れるって思って玄関の前に置いたの。またいで出てっちゃった。もう何してもダメかもしれない。なんだろう、なんか、またいでっちゃった。なんだろうね、もう、よくわかんない。今日はそんなことがないようにね。頑張ろう。もう、靴の上に置いとく？え、やだ。ゴミ袋上かんや、ちょっとやだな。ね。でも、それぐらいしないと。頑張ろう。とりあえず、これをね、片付けて洗って、支度して、でも、ちょっと掃除したいから出して、説明書探そう。ね。わあ、またゲップ出ちゃった。今日はゲップの日だ。すいませんね、なんだか。いや、でもほんと美味しく食べられました。もうここまで見てる人いるかな？どうかな？では、いつも通り、なんかのんびりやりました。未編集動画。こんな感じだっけ？なんかもういつもちゃんとしてたっけ？忘れすぎた。とりあえずね、まあ、こんなんですよ。へい、へいとか言っちゃった。まあ、またこれから毎週水曜日ね、未編集動画やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、ここまで長くご覧いただきありがとうございました。それでは、また次の動画でごきげんよう。バイバーイ。シャッピー。